オメガしてます。あれ。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。活躍した時代はそれぞれ違っていますが、いずれの船も自国の存立が危ぶまれた時に与えられた任務に最善を尽くし、国家の独立と安全を守りました。イギリスのビクトリー号はポーツマスに、またアメリカのコンスティテューション号はボストンの海軍基地に、国民の誇りの象徴として大切に保存され、多くの人々に親しまれています。なお、記念館ミカサは世界に残っている最も古い鋼鉄戦艦であり、造船史上極めて価値が高く、良好に保存されていると評価され、平成4年、1992年に海事遺産賞を受賞しました。海事遺産賞は、イギリスのエジンバラ公フィリップ殿下のご協力により、世界1800分財団の事業として設けられたもので、名誉ある賞として国際的にも認められています。司令長官は敵艦ミュートの傾向に接し、連合艦隊は直ちに出動、これを撃滅戦とす。本日天気晴朗なれど波高しの第一項を大本営へ打電し、三笠を率いて近海湾から出撃した。午後1時39分、南西方向に敵艦隊を認めた長官は、旗艦三笠のマスト高くに戦闘機を、ついて1時55分、報告の公海この一線にある各員一層訓令努力せよと Z 機信号を掲げ、全軍の指揮を鼓舞し敵艦隊に接近した。午後2時5分、両軍の距離が8000メートルに近づいた時、東郷司令長官は右手を大きく左に振り、取り舵いっぱいを命じた。旗艦三笠は左へ150度方向変換をして、敵の行く手を斜めに遮る航路を取り、第1、第2戦隊の各艦がこれに続行した。これが有名な東郷長官の敵戦大反転で、イージ戦法と言われている。第3戦隊以下の各艦は敵の後尾を攻撃するため南下した。敵は後期到来とばかり砲撃を開始したが、戦闘態勢が出来上がっていなかったので、射撃できない艦もあり、撃弾はなかなか命中しなかった。午後2時11分、敵との距離約 6500m で長官は撃ち方始めを命じた。両国の艦隊は共に祖国の運命を担って力の限り奮戦した。我が艦隊の巧みな戦術と正確な砲撃により敵の損害は甚だしく、戦列は乱れ、旗艦スワロフは2時50分ついに戦闘力を失い、敵将ロレンツ・ウェンスキー長官も優勝を果たす。オスタリアも3時10分沈没し、戦いが始まって30分経った頃には詳細がほぼ明らかになるでしょう。こ部屋があってですね、そうなので、ここにあったのね。秋山さんのとかは下にまだもうそうここが見えるところが証拠の進出の部屋です。そうですか。あそこはね、ベッドとかですね、クロップとかもデスクがあったんですけど、あんな狭いところにっていうか、船であれ、一部屋持ってるっていうのは、大変な贅沢になりますので、あ、そうですの証拠は、こうやって、第一の証拠はお部屋がございますけど、水兵さんはこういうところ、これ、何のための服かというと、ハンモックをするための服でございますので、こういうところにハンモックを作って、生活してますので。お部屋なんかとんでもない贅沢な、あ、そうなんだ。船で部屋を持てるっていうのは特別な才能です。ああ、そうは知らなかった。向こうの通路もですね、一回こういうフックがありますので、もしお時間があるようであれば、もう一回その針を見るだけでもまた世界が変わってまいりますので。全然わからなかった。じゃあまたちょっとぐるっと回ってみようか。まあついでに申し訳ないですが。こういうところすべてリベットといいまして、鉄を止めるためのビスですね。板と板を重ね合わせて、ビスにリベットというのが、こういうのはすべて当時の120年前の作りになってます。これ、鉄じゃないんですか？鉄ですよ。これ鉄でしょ？そう。でも、溶接という技術がございますので、リベットとリベットを使ってつなぎ合わせています。一方、戦後復元しているところは当然、溶接の技術は戦後ありますので、作り直しているところは溶接かと。そうだね。なので、こういうところはもう120年前の作られた姿のまま、溶接は出てるところですね。第二次世界大戦見てもね、ミカちゃんが出てこないでしょ？これでミカちゃんが出てこないでしょ？いや、だから美香さんっていつの船なのかなっていうところから始まって、これこの間魚の船のあれ見て、何が明治やんって思って、ほんでここ来たの。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。飲みますから。